それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をいたします。はい、私が3点、お話をさせていただきます。今北斗君が来てくれてますけども、こちらですね、いよいよ来週4月17日の、水曜日から、令和6年度の、北海道競馬が開幕ということであります。マスコットキャラクターの北斗君が駆けつけてくれました。皆さんのお手元にもですね、北海道競馬のレーシングガイドの日程などお配りをさせていただいております。ぜひご覧いただければというふうに思います。今年度も日高の紋別競馬場でグランシャリオナイター、こちら11月7日から計84日間ナイトレースを開催をさせていただきます。開幕日には北海道競馬の公式アンバサダーであります、元日本ハムファイターズの杉谷健さんが紋別競馬場に来場いただきまして、楽しいトークショーが予定をされています。また先着による来場者プレゼント、こちらを行いますほか、オリジナルグッズが当たる抽選会、そして日高町の特産市など開催をいたしますので、皆様のご来場を心からお待ちをしております。今年は北海道競馬ナイター競馬、こちらを始めて30周年という節目を迎えます。紋別競馬場でのグランシャリオナイター、こちらスタートしてから15周年、こういう節目の年でもございます。今後さまざまな記念イベントも予定をしておりますので、その点も楽しみにしていただければと思います。これから関係者一同を北海道競馬盛り上げていきたいと考えておりますので、 PR などにつきまして報道関係者の皆様にお力添え賜りますようお願いを申し上げます。